ということでよろしくお願いします。無縁神主催大会10万円総取りシングル大会です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況は私エビアン、そして解説が私エビアンが担当させていただきます。よろしくお願いします。ということでね、はいちょっとうるさくなっていくと思うんですがはい、うるさいですよ。早いですねちょっとギリギリでしたね。じゃあ親方、本当に解説やってもらうのもう今日の今日決まって、うんね、急に LINE 来て大丈夫でした？あ、もう全然暇じゃなかったんですけど今はねこの日のために予定開けときましたあれ今日決まったの一回開けといてくれたんですか？あ、そうなんですよ、開けときました。やばくないですか？10万円ですよ、1位いきなりもう。やばいね、もう、だって1ヶ月生きてけんじゃん、これ出て。確かに確かに。すげえな。めっちゃいいじゃん。メンバー見ました？メンバー見たよ。やばいよ。どうでした？もうなんか、あれじゃない？もうトップ層しかいないじゃん、もうなんか。トップオブトップしかいないよな。これがあれですか？これは噂に聞く頂上決戦ってやつですか？頂上決戦でございます、これは。いいですね、楽しみですね、これ。でもなんか一番僕の推しというか、はいはいはい。まあプレイみたいな、やっぱり月下の皇帝さん、なんか最近めちゃくちゃ騒がれてません？僕推しは36番ぐらいですかね。36番。個人的な推し。大丈夫？バンされない？あ、バンはされないんじゃないですかね。ギリギリ。なんかいるな、ルーム、配信ルームに。配信ルームいますよ、なんかちょっとミニ選手がいますね、なんかちょっと入ってきてるんですよ。なんか FFL で優勝したらしいですよ。なんか優勝してましたね。なんかちょっと生きてるからちょっと、あれ今回出るのかな？おー、ゲバキューよー。うるせえな。配信中に入ってるやつやばいからね、本当にね。ミニゲでー。ミニゲが来ましたね。3人しか入れないこの。僕のこと映していてください。多分今もしてるんで。できれば目立ってもろて。いや、まあでも FFL 波乗ってるんでちょっと見せてもらいたいですよね、本当。いや、個人火力ね、バカ高いからね。いや、本当に。任せてくださいっていう。家から出てない方かな。これ何がいいって、一戦しかないんよ。ほうほうほう。そう。一戦で決まっちゃうってよくない？俺、だからそれで一発っていうのがめちゃめちゃ好きで。しかもシングルだしね。一人で、だってそれ一発でしょ。そう、命1個だよ。命1個で、ねえ、10万円が決まるんでしょ、これ。1位とか中華も10万円でも何でもできるからね、10万円あれば。旅行も行けるしね。アメリカ行けますから。アメリカは多分無理ですね。アメリカは多分無理です。行って多分帰ってこれなくなりますね、もう。まあ生活がね。あっちで行ければいい。まあそうですね、仕事探してもらって、ちょっとまあ生活していただくにはまあいいかもしれないですね。アメリカンドリームつかめますから、10万円で。そうですね、確かに。ということで、じゃあ、まあ、解説の方、今回はよろしくお願いします。ああ、もう任せてください。もう解説といえばね、はい、僕みたいなところありますのでね。あります。最近ありますよね。ちょっと東の島多くないですか、これ。東の島、そうですね。まあでも、2人は、東の島の中に降りていく感じですかね、これ。ほい。で、車取り35番と21番かぶってませんか？ちょっと見ていきましょうか。さあ、ここ、車取り大人気ですね。これ一緒に乗るんじゃないですか、これ。有谷選手と待って、これどういやー、やってた。これ初手からもうやっちゃいました、これ。あ、なんか下ろしてくれるそうですよ、この人。いや、誰が降りない。かたくなですね、有谷選手。ここで降りない、なんで降りないんだ、こんなとこで下ろすなとは言ってるようですが、車が欲しいんですかね。あ、でもこれあれですね、多分ゴール上届かないんで、北高とかリトルに行かせる感じなんですかね。でも有谷選手本当降りないですね、これ。この辺ででも降りるんじゃないですか、バイクあるし。降りないですね。有谷選手、これティーミングしてるってぐらいなんか降りなくないですか？まあもしかしたら、おっと、なんか人手でも死にましたね。あ、ちょっと死んじゃいましたが、あ、さて、さすがに降りましたが、そして逆にそっちが降りた。お前降りないだろ、俺が降りるぞと言わんばかりに。運転手がね、諦めましたね、もうすでに。はい、降りましたね。さて、38番 ?38 番。なんかすごい周りにめちゃめちゃいるんですけど。太一のニンジ選手ですね。ニンジ選手と、さあ、そしてカリチャ選手も。こマリオカートですかね。3台走ってますね。はい、さすがに、守備選手は戻りましたね、さすがに。そうですね。で、ここでニンジ選手、バナナとか置けばね、後ろのカイチャ選手がね、多分コローンってなるんですけど。さすがによかないですね。まあ、会長選手もまあ引いてきましたね。あ、引いてきましたね。さて、とりあえずやっぱやり合いは少ないですよね。シングル。シングル結構多いイメージあるんですよ、やっぱり。あ、やり合うんじゃないですか、右選手と。右選手、はい。ちょっと見ていきましょうか、ちょっとすぐに。お、なんか、寄ってきてます。ちょっとだいぶ近いですよ。あ、でもこれ気づいてますね、絶対。めちゃめちゃ、はい、めちゃめちゃ気づいてますね。が、ここは特に、いや、ちょっと肯定選手いいですか、僕のちょっと推しの肯定選手。肯定選手は、川辺の集落ですね。もう敵も寄りついてないですね。ですね、やっぱこういうとこからうまいんですかね、やっぱり。そうですね、まあうまい選手ってやっぱり覇気からして違いますからね。周りいなさすぎません、やっぱり覇気強くて。ってことはミニゲーはじゃ覇気がなかったってことでよかったですね。ミニゲーなんてないですね。クワガタにサイレントでいってますかね、42番。クワガタサイレント42、ちょっと見ていきましょう。結構サイレントしてますね。ちゃんとサイレントだな、これ。おお、そうなんですよね。まるまるってでもこういう動き結構多い気がするんですよね。これで強いですよね、本当こういう動きって。本当に。結局やっぱりサイレントが強いみたいなとこありますからね。いや、本当強いですよね、サイレント。そうで1枚抜いて、まあ食い手とかだったらみんなで潰しに行くっていう形が、まるまるの結構特徴的な潰し方じゃないですか。ちょっとそろそろやり合いが起きてほしいんですが、だって吹雪選手はここに置いた、まあここは多分接敵はないでしょう。吹雪選手見えてますね、これ。バレてますか、ふぶき選手、ミニゲー選手を発見してますね、これ。あ、もうバレてますか。あ、もうバレてますね。お、出てきた。あー、ポコチン。あ、推しのポコチンが。推しポコやられてますよ。推しポコって略さないでもろって、ちょっと。目の前にいるの。気づいてないか、ギルの今マーチン選手見てます。マーチン選手を見ている。さあ、何番ですか。これタイムがやばいんですよね。20番です。20番。あ、これサイレントですね。大丈夫か、31番。これサイレントで向かってるんじゃないか。選手が行ってますよ。後ろからもシャオになってますよ。ギルマーチン選手、結構体力きついですね、これ。ですね、だいぶきついですよ、これ。さあ、各選手ここで詰めていく。いやー、ここはうまかった。そしてやっといただけた。さて、55番。さあ、隙を見て。バレてんのか、これ。これバレてないんじゃないですか。データ選手。ここを返り討ち持っていきました。うまいですね、やっぱりここ持っていくんですね、川君選手。やはり FFL でやっぱ優勝しただけありますね。ここ持っていくのかっこいいな。さて、そこでミニ選手いますよ。ミニ選手なんか追いかけられてる。追いかけられてますね。めちゃめちゃ追いかけられてるな。32は見ていきましょうか。あ、打たれてる、打たれてますよ。イボルトは本人は先ほど豪語してましたが、この選手ずっと逃げてますね。おっと、これやばいんじゃないですか、六角。やばいですよ。FFL 優勝。これはここはいや、避けていく。逃げ切った。ギリギリなんかドラえもんみたいなバイクで逃げましたね。面白いな。ここは脇選手、ここ強いですよね、脇選手がいる17番。ここのなんか久保みたいなところ結構強いですよね。そしてバックスイマルマル選手目の前からまた打たれていく。ここ上から車見えないんですよね、結構。おい、おじい選手、ここ裏から。いや、気づいた。え、気づいたんですね、ここ。気づきましたね、ここ。選手も打たれていくが、これ危ないんじゃないか、ちょっと。これ危ないですね。ただ今のあれなんですね、下からやっぱり普通だったらカバーが入るんですけど、シングルだったらね、やっぱり見てなかったんで、脇選手厳しかったですね。大体岩場とかにいますもんね。はい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 。なかなかイレギュラーなシングル戦ですね。あ、やり合いそうですね。伏せてますこれ。31番見ていきましょう。さあ、これ目の前バレてますよ。川君選手はこちらまで来たが、さて気遣いだ。さて1対1、須藤選手との1対1。やり合いやらどうだ。うまいのよ。負けませんね、この選手。川君選手強いですね、川君選手。実はキルシュツイッターに上がってるの見たことあるんですけど、化け物でしたね、この人ね。ちゃんと化け物でした。ちゃんと化け物でした。実は見てるんです。おっと、右手が。あ、今ちょうど見に行ったら右手死んでいた。やったー。やったー。嬉しい。右手が死んだ。阿部ちゃん44番で今戦ってるんですよ。そして気づいてないんですよ、これ。ほう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 。やばいやばい。うわあ、タコが持っていく。タコ選手、ここすごいです。阿部ちゃんの裏を取るっていうのもすごいですよ。そうですよね、あの裏を取られない阿部さんが、やはりモサとモサはすごい。何をこれが分かんないですね、これ。そうですね、タコ選手祝祭のもうキーパーソンですからね。はい、いや、これ15番、玄関好転選手、これめちゃめちゃいいとこいますよ。15番場所取りえぐいっすよ、これ。うわ、アンチのもうど真ん中。さすがとしか言いようがないんですけど、もうここまで取ってるってえぐくないですか。いやもうすでにね、ムーブが早いですよね、やっぱりこういうところで。70番五条悟選手、最近流行りのね。そうですね、事実改正ですか。領域展開、はいはいはい、3話まで見たんですか。あ、ごめんなさい、ちょっとネタバレないんです、やめてもらってまだ領域展開してないんで、あの五条悟が、おっとここやばいですよ、この枚数これやばいですよ。頑張れ、ここは持っていってもらえ、そして沖鉄が持っていった、ルーキーを持っていった、ルーキー選手持ってきましたね。ルーキー選手持ってきましたよ。沖鉄選手やっぱすごいっすね。やっぱりデュオ勢はシングルも強いと、そしてアンチに入ってるのが本当にもう3割とか2割とかなんで、はいはいはい、もっとこれすごいやり合い起きそうですよということで見ていきましょうか。52番また接敵しそうじゃないですか。これ52番見ていきましょう。52番足音鳴ってますよね、真下で。でも真下なんでこれ顔見れるんじゃないですか。これ若干見れそうですか。多分かい、あ、もうアンチがいた一球なんで、多分みんなもうそんな余裕がないって感じですね。余裕がない、なるほど。おっと行きましたね、今目の前で。これみんな回復結構持ってそうだな。いやこれ倒してあさっての繰り返しじゃないですかね、耐久性は。そうですね、カペテーションからトップ2人にいると。26番も足音結構近いですよ。見ていきましょう、26番。これはグーフィー選手、これは危ないぞ、回復が厳しいか。これはギリギリやった、ギリだが17秒しかない。あ、違いの戦いは不毛すぎる。不毛ですね、なかなか。さてこれなんか見たいぞ。さてうまい、さあここはグフィ選手、グフィ選手もう行くしかないぞといった感じですよね。あさらないんですかね、これもうあさる時間も惜しいといった感じでしょうか。なるほどなるほど。さてこれ目の前やばいです、これ気づいてないか。あー、いや6番ですか、見ていきましょう。カフィ選手今もうゴリゴリ接敵ですね。いやー、やりますね、これ。あ、バレてない。いやー、よく持っていけたが、アンチが来ると。ナイス。怖いですね、この接敵。なんか、緊張するわ、こっちも。いや、全然、本当に。皇帝選手はどちらかというと、あれですね、できるだけ戦わずしてっていう感じが、すごい見えますよね。10万かかってるんでね、戦う意味ないですね。おっと、やばい。早すぎる。今の見ましたか、速さ避けましたね、すぐに。もうなんか避けましたよね、自分見えてるのって感じで避けてきましたよね。なんか今ちょっと先ほどしてましたよね。もうなんか何が見えてるんですかね。僕にはもう見えないですね、この域に入ると。いや本当に速かったですよね、今の。速かったですね、避けんの。そして立ち回りを変えていこうといった感じですね。またしても川久選手抜きましたよ。そしてまたやりましたか。また抜きましたね、川久選手5球ですよ。川久選手やばくないか。川久選手5球してますからね、もう。川久選手の画面でいきましょう。ここまでもキルしたなら川久選手でいきましょうか、最後。ちょっと打たせてもらいます。さあこれ厳しいか、最後打たれているぞ、これ川久選手。おっと、ここに受けた。うわ、これここ正念場ですよ、アンチガイ。だいぶまずいな、アンチガイからも来て、そしてアンチガイギリギリ入っている状況。なんかうまくないですよ、これ。これうますぎるな。危ない危ない危ない。頑張れ頑張れ、なんか頑張れ。ここまで来た、頑張れ。誰か、いや抜かれた、この人。ああやったぞ、カー君残った、カー君が勝った、カー君残った。爆裂○○選手の下にはアリア選手です。さすがアリア選手もいます。そしてカメ選手、そして沖鉄選手もいますね。残ってますね、やっぱり。皇帝選手もいてます、皇帝選手、皇帝選手生きてる。ネル選手のこれやばいか、あそこめちゃめちゃいいですよ。タコ選手がここで、おっと皇帝選手、ここタコ抜きますね。タコさん抜きましたね。いやこれモサしかいないぞ。さて、川久選手持ってかれてしまった。さて、レル選手目の前にいますが、これちょっとロックオンしてるな。完全に見てますね。え、こんなに結構ガツガツいくんですね。なんかあるんですか、このガツガツいくっていうのは。これ敵側にも木焚いてね、左がフリーなんで、がっつり動いてるんじゃないですかね、ああ、もう、なんとでもできるぞといった感じなんですね。そうですね、マップ半分今、皇帝領域なんで。皇帝領域、はい、皇帝領域、領域展開しますからね、やっぱり。はい、あ、ごめんなさい、まだでしたね。領域、あ、まだ見てないんで、ネタバレだけやめてもらって。これは結構攻撃的に、これやばいですよ。いや、なんだこの動き。うますぎる。守っていくか。うますぎる。なんですか、今の。うますぎる。そしてアンチが決まりきりましたよ、これ。これ木中なんか2人いません？なんかこうなんか2人いましたよね。あ、仲いいですね。これアンチどうなってるの？これジャマイカさんだったらどうしますかこれ、このタイミング。これはもう次一回回復挟んで。やっぱ耐久ですか。一旦挟んで。このだってこのタイミングで亀選手が向かっていった。さすがにバックレス選手これ気づけないよなこれ。もう始まりますよ。始まりますよ。決まりますよ。最後試合。さあ決まります。全体的にこれやはり。やはりこれ回復入れてますかね。いや全員耐久入れてますよね。そりゃこれ耐久で終わるんじゃないですか。もしかしたら、もしかして耐久で終わる可能性もありますか。これ多分止血めちゃめちゃ持ってると思うんで。おっとコーテージ入ってきた。さあおっとコーテージ入れたがこれは生き残るか。おおただカフェ選手がこれ厳しいぞ。カフェ選手がこれはうわいやー最後まあでもこうなっちゃいますよね。ということでカフェ選手おめでとうございます。おめでとうございます。この入らせていただきましょうか。6番ですね。6番いきましょう。はいおめでとうございます。やったおめでとうございます。やったーいやおめでとうございます。おめでとうございます。嬉しい。いやー最後バクバクでした。いやもう手足もしびれてます震えを超えてしびれてきましたか。もう震えを超えて10万円ゲットということでガチ。いやあのタイミングでよく上行けましたよね2回。いや絶対上詰めれば勝てるなって思ったんで勝負かけました。結構でもドキドキですよねあれ。いやでも多分敵も多分そこまで余裕なかったと思うんですよ。そうですよね。足音とかそれを狙って詰めましたいや一番冷静だったって感じですよねあの戦いの場で。あれはもうやり合わせる判断で待ってたんですか。そうです。もう止血も医療もあったんで全部配球しようかなと思って。うわ回復もやっぱあってですもんねこの戦いは。そうですね回復もなかったんで上の敵やるしかなかった。そういうことだったんですね。なるほどなるほど。ということで10万円おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。